はい、はい、じゃあこんばんは。誰が来るの？順番でやる？誰も来てない。うん、まだ誰も来てない。いいよ、はい、進んでこ、うん、こんばんは。待って待って、誰も来てないな。お、こんばんは。今日松手系探しに来ました。そして左入って左。あれ、箱はどこ？ここ？うん、あの中か森の方。ゲートの箱、入れる箱。あ、箱持ってくるの？あ、じゃあいいよ、持ってくるから。オッケー。あれちゃん、映んないで。だってこれ今、ライブ配信。これ、ライブ配信でやってる。あれちゃん、あるかな。あった、お、あった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 。だけど毒キノコかわかる？わかんない。いや、まだ取らない。え、どこ？ほら、そこ。毒キノコかわかんなきゃ取らない。取らないよ、まだ。うん、まだ取らない。父さんが来て取れてないと取らない。もう始まってる動画。いや、てかライブだからこれ、ね、もうちょっとあったね。ちょっとあれね、最近いっぱい雨降ってるから、うん、いっぱい生えてきてる気がするんだけど、あるかな。なんで映っちゃダメなの？いや、アレちゃん、あのまだ、まだアレちゃんのお母さんの許可もらってないでしょ。映っていいとか、映っていい許可もらってないでしょ。え、好きなのか？まだ2つ同じの見つけた。え、これは毒キノコか。あ、3つか。え、見たね。そっちにも、こっちにも、ここと、ここ、うん、よし、箱が来た。俺、映った。足だけ。あった。足だけで。体は？体は映んなかった。なんで映っちゃダメなの？顔だけじゃ、顔だじゃなきゃいい。うん、足ぐらいな、大丈夫。え、突然だね。お父さん、コメント来た。来た、突然だね。で、そしてなんて書いてある？そのと、突然だね、松茸あるかな、だって。さっきちょっとあった。松茸じゃなかったよ、あれは。え、松茸じゃなかった？うん、松茸を探しに来たんだ。突発配信です。え、何？突発配信です。突発配信、ま、なんだったっけ、キノコ。キノコ発見だって、どのキノコ？どのキノコ？本当だ、本当だ。あれはなんだ？何のキノコかな？なんていうキノコ探すんだ？もっとぐーっと近づいて。松茸っていう。それは松茸かな？違うね、明らかに。タケノコの里を作るの？頑張れって書いてくれよ、うん、ありがとう。ありがとうございます。あとチャンネル登録してね。いや、てか、これツイキャスだから、ちょっとこれツイキャスじゃなくて、これ YouTube じゃないから。はい、うん。松が、松茸ないかな。壊れたキノコ。壊れてる。いや、なんか乾いたみたいだね。乾いたキノコが発見。さあさあ見に行って。いや、何これ、変だ。変なキノコ。変だね。うん、変だね。あ、え、大きい。え、大きいの？あ、なんかカメラの。カメラがバグ。お父さん、これどうやって？治った？うん、治った。オッケー。そこに大きいのがある。でもこれはひっくり返ってるね。ジローの腕が映った。これは松茸かな？果たしてどうかな？うん、違うな、きっと。うわ、怖いよ、いきなり。いや、毒が入ってる。
あれ匂いはなんだろうね、松茸のような匂いもするけど、これは松茸なのかな。多分そうでしょ。いや、どうかな。ハトリさん、これは松茸ではないですよね。きっと違うよね。いや、松茸っぽいけどね。ジロー見たことない。知らないでしょ。カナダ産松茸とかこんな色してるけど、多分違うよね。なんで YouTube を撮らないの。まだ1000人とチャンネル登録者乗ってない。ちょっと待った。ちょっと待った。ちょっと待った。何たっ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 たこいつででーん、松茸だ。これ松茸、これはね、ポルチーニ見つけました。ポルチーニ、ポルチーニ、いや松茸じゃないけど、これこれこれ松ぼっくりです。これ高級キノコだよ。高級キノコ、ラッキーじゃん。ラッキーじゃん、一本見つけたよ。ちょっと虫食ってるけど。私は見たくなれるの。うわあ、何これ、焦げたキノコかな。黒い焦げたキノコ、なんか椎茸の腐ったようなやつだね、なんか燃えたみたい。いっぱいキノコがあるね。さあ、危ないから道の方に戻ろうか。なんで危ないの。だってこれ坂道。俺が取りたい。はい、人の顔は映さないように気をつけてね、坊や。映したらもう配信すればいいじゃん。いやいやいや、リアルタイム配信だ。危なかった、ジロー映るところだった。待って待って、新しいコメント。これ何？オッケー、ポルチーニ。ポルチーニ。これ何？ポルチーニリゾット作ろうだって。うん、アルちゃん、これ押して、これ押したら、これ押してみ。そしたらなんか位置がこうなる。ボタン押さないようにね。このボタン押しちゃダメ。押すとね、動かなくなっちゃう。M？ うん、M とか他のボタン何も押さない。はい、こっち歩いてこ。こっち。はい、今カメラ撮ってる人変わりました。俺になりました。だけど顔は映します。昨日も間違えて、顔も映しちゃったかな。映ってないし。いや、昨日 YouTube で映しちゃったんでしょ。 YouTube のセバの顔だって。爪とぼかしたでしょ。モザイク、これはモザイクできるの。できないよ。キノコ、昨日セバモザイク、顔モザイク、顔が映ったね。リスいないかな。もうすぐ誕生日だね、僕の。映ったら失敗だからね、顔が。だけど、もう僕の誕生日もうすぐだね。もう誕生日会は昨日やったんだけど、もう一個も今コロナだし、あんま人呼ばないで。うん、うちだけ。何？キノコ発見。映さないようにこうやって。あ、けどアルちゃん、これマスクあるから大丈夫じゃん。けど僕だけマスクしてない。マスクしてないね。これは何かな。誰かそれ聞こえちゃったらどうしよう。はい、ちょっともう一回戻ろうか。戻るの、こっち。あ、いい。お、なんで顔とか映っちゃダメなの。あ、こっち入ってみるか。なに、どっち、どこ、ここ入ってみる。なんで顔映っちゃダメなの。なんで、いいじゃん、別にヒカキンとかはじめホジミシツオとかセイキンとか顔映してるじゃん。なんで、うん、なんで、いや、こう、なんで顔は映し、え、ダークベビー、これどうなってんだ。なんか捨てられた自転車があります。はあ、戦車か、びっくりした、戦車かと思った。緑だから。気をつけてね、歩いて。これなんだ。
まあいいや。お、なんかキノコ発見。それ何？まさかうちと違う、さっき探してたキノコ。これは違うな。松茸ではありません。見て。あっと難しい。誰か頑張れだって。頑張れ、ありがとうって。左の方行こう。それはなんだ、それはなんだ。これは開いたキノコ。マリオのワンパク。今まだ夕方です。日本はもう夜でしょ。ここはもう今夕方です。よし、こっち行こうか。あ、気をつけてね。一人ずつ、一人ずつ、はい、あとお兄ちゃん、変わってあげるよ。あと友達、俺の友達がカメラ撮ってた時、俺の足が映りました。右の奥行こう。キノコが多すぎて、もうキノコ発見も言わなくてもいいぐらいだ。これライブ、ライブだよ。あと一回、こういうセキュリティやってよ。チビキンがカメラ撮ってた。チビキンが何？カメラ撮ってたの。動画あったよ。おっと、なんだ、なんだそのちっちゃいキノコ。これこれ。うん。あ、ここにもある。見して。え、何が？キノコ。キノコ、それ何？なんだろう。これ何個つって。でもこれは。これと一緒。中身はこのぐらいです。まあこれもちょっと何キノコかわかんないね。一つしか見つけてません。ちっちゃいキノコ発見した。ここ。ちっちゃいのがいる。本当だ。あ、いた。本当だ。お。これは。これはね、多分マツタケではありません。うん。あ、また見つけた。本当だ。あそこ。あ、なんかコメント来てる。なんて書いてある？マリオの1アップキノコあるかな？あるかな？1個見つけたよ、ラッキーだから。それを食べれば大きくなるかな。キノコは、マリオの世界行けばキノコ食べれる。何にも動物いません。リスとかいます。あ、キノコ。どこ？ここ。あー、マツタケではない。マツタケではない。ここにも。これは、なんか見つけたよ。このキノコ。松茸ではないかな。ここには二つあった。ただここに二つあったよ。松茸もっとでかいの。え、ここでかいか。もっとでかいのか。これは松茸かな？大きいの。結構大きいね、これ。松茸？何？お父さん、これ松茸？お父さん、これ松茸？多分違うと思います。あー、ちくしょう。なんで？何？違うと思う。マツタケではないけど、とりあえず。なんで？食べれるかもしれない。え？え、ここにもキノコ。え？なるべき大きいの見つけてね。はーい。これマツタケではなさそう。違う。視聴者の会から聞こうかって。食べれるか。知ってるかな。あれちゃん、ちょっとカメラ貸して。はい。マリオの1アップキノコあるかなだって。何？マリオの1アップキノコあるかなって。それ一回読んだ。あ、あ、うん、こんなわけで。
ちょっと待ってこれカメラカメラ、はい、これ何か分かりますか。これ分かる人いる、いますか。じゃあ俺のマスク見たい人。なんで返事がない。返事がない。じゃあ見せてあげる。なんでなんで真っ白のマスクです。あ落ちる落ちた。はい気をつけよ。よしお父さん次ひらたけっぽいって。ひらたけっぽいですよね。ひらたけだったら食べれるのかな。あ、俺は帽子みたい人。帽子はーい、アレちゃんの帽子。まあ白です。白白いヘルメットです。ヘルメットあ、なんかやばい。何どうした。これここ怖い怖い。ここら辺すっ、うわびっくりした。あと毒キノコは取りません。確かに入り口にあったね。これ合計で4人も見てくれてるけど1人がずっと見ててくれたね。ありがとうございます。ここら辺雲の巣が多い、気をつけて。グレネード？これはグラネードです。グレネードじゃないよ。うわ、爆発する！バーン！バーン！一回俺、一回リスはあれに、俺登ってきたことあるよ。隣リス。俺が止まっていて、これがリスでしょ？うん、こうやって登ってきて、いい、俺も自転車で行く。いい、あと誰か俺知らない人いて、どうだ、うん、リスに餌あげるって言ったらあげたよ。いい、うん、大丈夫でしょ、毒入ってない、入ってないでしょ。どうしたら牢屋に入っちゃう。待って、俺食べなかったし、リスにあげただけ。お、行かないで、道に戻ってきた。行かないかな、行かないで、お父さん動いてないもん。ちょっとお父さん持ってきて。元に戻ろうか。ジロー、マツタケは見つかった。マツタケも見つかった。なかったが、ジローはなかった。マツタケある。次こっち行ってみよう。これ20分も続けてるな。うわ、ここ怖い。ここ井戸だ、怖い。ナッキが出るかも。サダコ出てきたらどうしよう。何が出てきたら、怒ってくるよ。
捨てられただよ。あの糸は作られてもないし、そうなん、うん、ないかな。そして糸で、糸で日本セット。え？毒キノコ日本セット。見せて。ああ、見せて。うわ、触んないで。触んないで。大丈夫、キノコ自体が触んない。触んないで。危ない。危ないって。キノコ自体触んないから、ね。あ、そうか。それでやってるの。毒キノコ2本セット。見事な毒キノコ2本セットです。けど怖いよ、触っちゃいそうで。これ。じゃじゃーん。同じ人がいっぱいコメント書いてるね。うん。ねえ、これ食べると死ねます。怖いね。いや、もっと。うん、毒。びっくりした。びっくりした。なんか変なの感じた。びっくりしなかった。なかった。今の子がたくさん出てる。もうずっとぐるぐる回ってるみたい。はい。転ばないように。そしたらもう二度とドラグラフィーなんですか。カメラ付きドローンとかで。いきなり上に行ったり。あ、なんだこれは。え、うわ、びっくりした。あ、びっくりした。うわ、なんでこんな。ほら、なんかあるでしょ。ほら、みんななんかあるよ。何この井戸。怖え。怖いね。じゃあ行こっか。また、またここに戻ってきた。ルートがあるぞ、あそこに。行ってみよう今度。いやだ。ちょっと待って。これ取ってくれる人。はい。あ、アルちゃんだよ。アルちゃん自分の。ちょっと僕は移さないで。はい、移しません。間違って移しちゃったらどうなる？あそこ行ってって言ってから泥だらけ。あ、泥泥。もうここに来ていいのか、本当に。だっていや、そうだったね。お父さんが気をつけてよって言って。あ、なんだこれは。え、見せて。これこれ、これもわかんないな。ライトで。確かにライト。待って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 。お、二人見てくれてる。お、誰か新しい人見てくれてる。ありがとうございます。モイって書いてくれたよ。何？何て書いてくれたよ。モイって書いてくれたよ。ここ、あ、上には？うん。何て書いてある？モイって書いてある。いや、その上に。え？いや、読めないよ。漢字がある。 Run！ お父さん、今すぐ戻るね。また来ない。お父さん、見つかってない。よし、じゃあ諦めるか。もう30分経った？まだ、あと5分ある。まだお父さん、この同じ、服部さんずっと。違う、別の人がなんかコメントくれた。なんて書いてある？もういって書いてあるよ。その上には。こんばんは。
お父さん、あと服部さんまだ見てくれてるかな。うん、見てくれてるかな。服部さんって誰？こんばんは、ちゃんと新しい人に挨拶できた？まあ無理だった。無理だ。忘れた。今すればいいじゃん。こんばんは。いやけどもうリーブしてる。あら。誰がリーブしてる？誰かが。もうライブ見る。誰がもう行って書いたの？わかんない。え？こっちも行った。オッケー。けどちょっと僕行けないルートはそこだけだよ。戻ろう戻ろう、もう、うん、もうすぐ30分だ。待ってこれ誰が取ってくれる？うん、取ってこれ取って誰か来る、はい、お父さん持ってあげる。うん、あの人の顔も映さないで。うん大丈夫。いやよく歩いた、よく歩いた。ここの森にはやっぱり松茸はいないのかな。この森2回来ましたけど。じゃあ自然に行ったら。めちっちゃいキノコあった？よいしょ。お蕎麦屋さん、羽鳥さんがまたお蕎麦食べにおいでだって。何？え？お蕎麦。お蕎麦？うん。前、2年前にお蕎麦食べに行ったでしょ。2年前？うん。名古屋で。お蕎麦が何？うん、お蕎麦食べにおいでって。日本に。見てくれてる人が。お蕎麦食べにおいで。うん。それ知ってる人なの？うん。じゃあ誰なの？蕎麦、蕎麦屋さん？蕎麦屋さん。うん。じゃあ行こうね。行こうね。次日本行った時、食べに行こうね。また行きます。また行きます。うん、俺多分来年の夏は行くかもしれない。そうなの？よいしょ。多分行くでしょ。ちょっと横並ぶと狭いから危ないぞ。あ、もう。YouTube じゃないこれ。ツイキャスだよ。ツイキャス。何？ツイ何？ツイキャス。ツイキャス？こっちの方はまだ行ってない。あれ、おママそれ持ってる？お父さんこれまず買ってあけ。どれ？おお。ちょっと違うな。これは違うかな。なんか腐ってるし。うん、松茸。ねいないね。ここ気をつけて。ここいっぱい。走ってはい。おいよ。危ない。穴がいっぱいだね。なんで？ここ危ない危ない、落ちるかもしれない。もうぼちぼちお腹空いてきた。赤松の密集地帯で日当たりと風通しのいいところを探す。え？何？どうして？うん？松茸のね見つけ方。赤松。赤松が何？赤松がたくさん生えてる木の。なんで知ってる人なのよ、この顔見えてダメなの？いい、また別の人も見えるもん。なんで？なんで？今日10人来てるよ。合計か。うん。なんで別の人も見えちゃダメなの？写真も知らない人も見えてるじゃん。しかし俺のこと知ってないじゃん。うん。結構腹ペコですな。もう今日はこんなもんにしときましょうか。待って、まだ31分になるもん。
30分になる。じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあ皆さんありがとうございました。じゃあまた。